まり高いと、うんですね、取る取れないですよ、ね、そうですね、そうですよ、だから あの取れる金額にされておいた方がいいですよ。ご利用初めてですか？初めてです。はい、免許証か保険証か何か身分証明なのかな、近くで何かないのかなと思って探したら、うん、結局その二股瀬のなんとかかんとかとか行くより、はい、うん、春町って近いやんと思ってですね。なるほど、だからあの本当ですね、ですそうですね、もう町内でね、まっすぐ行ったら着くやんみたいな。そうですじゃあもうすぐ分かられました？あ、分かりました。じゃあうちが、うん、うちのお店はどうやってこう今日お知りになられたんですか？僕あの会社が紙オフマなんですけど、はい、仕事終わって近くの質屋さんって出たら、あ、それはパソコン、スマートフォン、検索、スマートフォン、スマ最初に出てきたんですよ、ね、そうか、あそこで近く、あそこで近くの質屋さん検索したらうちが出てきますよね。わかりました。はい、で春町だったら家も近いしですよね。あと出しに行かれることとか考えたらですね。わかりました、ありがとうございます、うん、じゃあ、 あの質の仕組みちゃんとご説明しますね。はい、はい、金の18金ネックレスっていうのはいくらぐらいするんですか？するっていうかお客様が買われる分ってことですか？うん、あ、それはですね、この13日の土曜日に買いに来られた方がいいと思います。今の店に並べてる価格から 20% オフで売ってる、うん、あの年に何回かあのこんな風にあの特別にセールをしてるんです。あの、うん、こんな感じで、で今度の春なんですけど、うん、こんな感じですね。なので買われるんだったらこの春のセールの時に買われた方がいいんですけど、でですね、大体女性ものが多いんで、その男性が好きそうなものっていうのがちょっと数が少ないんですけど、まあ、それでも並べてないわけではないので、うん、買われるんだったらこのセールの時がいいです。でこれはいらないものを売られる時、もしくは下が質預かりってことの価格、このぐらいの価格で査定してますよっていうインフォメーションですね。で金は去年はもうあのコロナになって今からどうなるかわからないとか言ってたけど、どんどん上がって、こっちが5000円台までの、去年と今年はもう1000円ぐらい違うんですよ。で今度は逆にあの工業用品にプラチナって使われるから、うんうん、これからどうなるかわからないっていう意味で、今度はそういう時はプラチナがダーッて下がって、ここ1000円台まで下がったんですよ。で復活してるんですよ、こっちは。でこっちは落ち着きを取り戻しつつあるけれども、4500円超えてる時点でまだ高いってことですね。そうなんです。だから有事の金っていう言葉があるじゃないですか、うんうんうん、有事って戦争だけじゃなくて、こんなパンデミックみたいなのも、あ、有事なんだなっていうのは去年は体感しました、経験値として。なるほどと思って、あの有事って言ったって、いやそんな簡単に戦争なんて始まらないからないから、うんうん、まあ、有事と言ったってねって思ってたんですけど、今はとにかくやっぱりこう情勢不安だと思った人たちが金に走るんですよ、世界的にね。それで去年はすごく上がってて、なんかイメージだとプラチナの方が高いって言う。いや、そうですよ、それ。いや、そうですよ、ですよね。でまだほらプラチナの方が低いじゃないですか、うんうんうん、でリーマンショック以降ねじれたまんま、うん、でプラチナの方はぐっと下がってたのが取り戻しつつあるんですよ今、うん、でなんでかっていうと、金が上がりすぎて株も一時期ほらあんな上がりすぎてたでしょ、うん、ただ投資家たちが本当は価値があるんだけども、うん、あれプラチナ安すぎないっていうのにやっぱ気がつかれたわけ。だって今年はわーって去年の12月ぐらいから、うん、でほらビットコインとか言ったって、うん、分からないじゃないですか。分からないよ、買い方すら分からんもん私ね。でもビットコインもほらすごい値段が今上がってるらしいじゃないですか、うん、なんかね、世界的にそういうほら投資とかに長けてる人が結局なんていうかな、ほら土地を持っとったって、うん、ね、人がほら借りてくれない、借りてたものが撤退してる、うん、ね、だから不動産なんてやっぱなかなか行かないでしょ、うん、そしたら換金率が高くって価値が下がってるものって言ったら、あ、プラチナだっていうのに、まあ皆さん気づかれたみたいで、うん、うん。